さあ、間もなく試合が始まります。日本の最終戦、相手はマンチェスターユナイテッド、マンチェスターユナイテッド対ウエスタという一戦になりました。ボールを持たせながら守備するという形で耐える時間が長くなると思うんですけども、頑張ってほしいですね。はい、さあホームスです。ペナルティーエリアの前、中には2人いる。自分で行く、シュート放った、先制点はシンガポール、マンチェスターユナイテッド。いやー、1点まず取られてしまいました。日本の岡崎、5人出ている。しかしここポール・ポグバ、ここで、なかなか、そうですね、ここで追いつかないと厳しいですよ。そうですね、キーパー出るかどうか、一旦待って、決められました。2点目、シンガポール2点目を叩き込んで、日本の岡崎慎司はこれで2点ビハインドです。再び中央、一旦落ち着けてから長いパス、中央に2人いる。クロスか、自分で行くか。あ、後ろから来た選手、ゴメスだ、ゴメスかわしてシュートを放って決めた。3点目、3対0、マンチェスターユナイテッド、シンガポールが突き放す。あります、岡崎慎司、ここはなんとか取りたいところではありますが、テクニック見せる、キープする、シンガポール、マンチェスターユナイテッドのシュートを決めました。4点目、このドリブル、4点目が決められてしまいました。これで4点ビハインドという状況です。さあ、前に2人いるが、ボールを持ったのは岡崎です。自分で行くか、自分で行くか、岡崎パスを出して、岡崎アシスト決められるか。シュートはキーパーに防がれました。あ、岡崎ボールを奪われた。そしてもう一度、なんとか点を取ってくれ、岡崎慎司。岡崎パスを出したが、オフサイドです、岡崎慎司。さあ、手前側から、ここで長いホイッスル。日本の岡崎慎司、0対4で敗れました。試合お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れです。まず試合の感想一言を聞かせていただいてもよろしいですか。いやー、なんか全部怪我して、怖かったっす。怖かった。ただただ上手かったですかね、相手の選手は。まあそう、結構でも多分公式戦やから慎重に戦ってきてたんで、いけるかなって最初は思ったんですけど、やっぱりなんかその隙がないっていうのと、僕が隙にした時に、まあやっぱりゴール決めてくるのが、やっぱりもうこの4-0にも現れてるし、僕がシュート打てたのも結構なんか、まあそういう善意みたいなところもあったのかなって思わされるぐらい、まあこれもなんかゲームのなんかオンラインの楽しみっていうかね、人のこのあれが分かるっていうか、ゲームやりながら